ハローどうもこんばんは、アニメリアクション人ことマジアドギニハマです。はい、現在3月17日金曜日の午前12時50分ですね。はい、昨日も6時過ぎに起きてね、ともちゃんは女の子のリアクションを取って、パフォーマンスして帰ってきてからですね、まあいろいろパフォーマンス動画まとめたりとか、まあいろいろやって、そして、WBC ですね、生配信やって、その後スパイ教室今10話ですね、見終えましてアップロード終えましたんで、ここからは天聖お嬢と天才令嬢の魔法革命11話アベマ TV で見ていきたいと思います。なおアニメ本編は、流れませんのでご注意ください。また本編中広告入ってきますんで、できれば2週目に同時視聴よろしくお願いします。いきます、3、2、1スタート。さあ、前回ルミっていうね、大井継承権の復権、ほんまは嫌なんやろけどね。これ言われたから魔学捨てたんかな。これで王牌が必要やってたんか、前回。こちらは何なの？魔学はあかんわ、子供産めと言うわ。あ、ゲー吐いたか。よう耐えたな、こんなこと言われて。いきなり胸くそ悪いね。あ、ここ染めねえよ。いやー、だからまあユフィリアがね、前回その精霊と契約したら、新たに王家を起こすことができるっていうのをリュウミから言われて、じゃあ私が聖霊と契約するみたいなことを言ったけども、あのグランツがあんなことあかんと。でもグランツも実は、それを放棄してたみたいなことだったね。でリュウミがなんか、なんかある一つの物語を語りましょうっつって終わったんやったな。先生ちょっと
お前次女の姿になってるな。お話がありますか？で、リュウミから聞いて話するんかな？もうアニスは多分一人抱え込んじゃうからね、これどう見ても。でもこれ謀反とか言われへんかね、さっきのあのおじいたちに。あ、これリュウミやね。もうオルファンさんはもうねえ、なんか いろいろ不安抱えとるような。なんだと？やばい、そんなやばいことなんかね。あ、その真実を聞いたんか、ほんなら。何や真実って。属性で生きづらくなる。え、実はすごい年いってんかな、500歳とか。何十年か年取らへんや。不老不死。あ、不老なんや。精霊になってまう。パレッティア、はあ、先祖か。むちゃくちゃしんどいな、それ。不老不死ってことか、ほんなら。アニスを守るためにね。
はすごいな、アニスのために。思ってないよな、前回からね、私ならやれるって言い聞かせてたからね。そのマガコを捨てさせられたもんね。やばいな。おお、当たった。ちょっとこれアリス辛すぎてやばいぞこれ。ちょっと見てられへんぐらい辛いねこれは。あ、ティルティや。なんか解決策ないんかね。ちょっとすみません。なんかないんかね、解決策は。
な。ティルティなんだかんだで、なんだかんだで優しいね、ティルティは。ツンデレやツンデレ。まあユフィのことを話すわな、そら。いいことを言うね、ティルティ。駆け落ちみたいな話だね。いやティルティやばいわ。ティルティこれ誰？ああレイニか。ああ、多分ユフィリアか。ティルティマジでええやつやな。今回アリスずっと泣いとるな。
勝負。失意と決意の精霊契約。いやーちょっと今回やばいな。そうか、龍宮釘宮さんか。いやなんかもうこの23分ひたすらアニスが辛かったな、見てて。前回なんつったっけな、彼女と彼女の魔法革命。はい、いやまあその前回言ってたね、ある一つの物語を語りましょうって言ったのは自分のことを言ったのね、ユミが。でそのリュミがまさかねパレッティアの先祖やったとは思わなかったな、うん、まあアニスはアニスでそのあれ誰あのおじいたちは魔法省の人間とかその王家に使える家臣じゃないな、家臣があんなこと言わんわな。まあ貴族のなんかあれかなんかようわからんなんたら尺とかなんたら尺とかなんたら尺の連中か、公尺だ、男尺だ、なんとか尺だのようわからんけど、まあ腹立つないってことは、まず魔学というものは、まあ、まあ言うたら捨てろっていうことやろ。でプラス子供さえ産めばこいつが王でも大丈夫やみたいなことで、まあ誰とでもやからみたいな、魔法の才能のあるもんと、まあやらせちまおうぜみたいな、しかも何健やかやからみたいなね、もうまあまあもうその場にいたら全員にラリアットしたりですね、ほんまね。でまあアニスがねもうそれ聞いてゲー吐きながらでもこうね、自分でやってこうとこう、もう完全に顔やつれてたしね、目の下にクマできてるみたいな、そんな死んだ目になってたし、まあ一方その時にアニスがまあ来て、まあそのリュミと、アニス、だからアニスにリュミから直接話を聞かしたってことやんね、あれは話がありますっていうのは、うん、でまあそれはオルファンスはもうひたすらわーってなってたけどね、オルファンスイコールいつでも頭抱えてるみたいな、悩まされる悩み大きい父親みたいな感じだったね。いやまさか精霊と契約したら精霊そのものになってしまう、不老不死になってしまうってことだね、しかも時が経つとともに何過去の思い出とか全部消えていくと、ただの地獄やねこれ。だリュミは結局次誰かと契約するまで結局その人生ずっと謝らあかんということなんかな、ちょっとそこ分からへんかったけど、まあアニス的にはもちろん自分のためにね、ユフィリアの人生をそんなことさすわけにいかん、ユフィリアからしたら、王になるためにアニスの何魔学魔法その夢を、捨てさせるわけにいかんと、まあそれはそうやな、お互いことはそれはそんなにいかんもんね。まあティルティの言ったことは良かったね、まあまあまあほぼ駆け落ちみたいな話だったけどね。さあ、そうやけど、果たして勝負して決めようかって、果たしてどういうことなの？これ12話で終わんのかな？ 13 話までやってほしいね、これは。あと1話で決着つくとは思われへんねんけど。まあちょっと今回はもうひたすらアニスがちょっともう辛くてね、ずっと泣いとったから、もうなんかそれで涙腺やられかけました。もうちょっと寸前やったかなと。いやー、いい解決方法でね、ナイスなハッピーエンドになってほしいとしか思われへんけども。果たしてどうなのね。
はい、以上転生幼女と天才霊嬢の魔法革命11話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは僕の自己紹介タイムになりますんで、興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在はコロナの影響により約3年1ヶ月仕事がまともにない状態、貯金だけでなんとか生活しております。3月3日までには48連休を経験、さらに物価は何もかも上がる、10月1日からはインボイス制度というものが始まり、収入の1割を国に持っていかれます。どうやって生きていくねんというもう不安しかないんですけども、まあ、そんな中でね、昨年4月の25日に一度もう心粉々に打ち砕かれてね、もうやめるといったアニメのリアクション、いまだに一日も休むことなく続けてます。1086日目。ただし、休んではいないんですけども、昨年の8月18日から、2020年4月頭にかけて約1年5ヶ月分、推定2000本以上のリアクション動画、自らの手で削除させられてます。まあ、そんな悲劇を乗り越えてやってますけども、13年以上使ってるこのパフォーマーとしてのこのチャンネルでスタートしてしまったんで、昨年の9月の14日に新たに本職のチャンネル作ってます。ぜひこっちの応援もしてやってください。毎日19時に1本動画投稿します。 URL 説明文載っけてますんで、ぜひ1本でも再生していただいて、高評価チャンネル登録いただけると大変助かります。で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてます。こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジライドギニハマシャ、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。